1902でした今。嘘嘘嘘。100% です。待ってね。え。はい、どうも山田です。本日は21日、7月21日、サンダーデー当日の、ただいま11時59分、もう10分ほどでサンダーデー始まる。お、12時になりました。さあ、出演しましたね。すごい数でございます。レイドの数18という表示になってますね。周囲にあるジム、すべてでサンダーが出ております。はい。ということで本日皆様ね、色違いサンダー、そして高校代サンダーを狙っていくような、そんな感じになると思います。まずは僕もね、ここの麓にあるサンダーやっていこうと思います。そして、今回はね、僕上野でやっているんですが、とりあえずも色違いが出るまでノンストップノンストップで頑張っていこうと思います。それではまずはタップしていきましょう。サンダー来ました。はい、久しぶりですね。レイドとりあえず、6体編成してあります。20名なんで、多分もう1体目の撃ち落とすのバンギラスしか使うことないと思います。やっていきましょう。1-0 OK、 始まりました。やっていきましょう。すでに滝のように汗をかいております。はぁ、あ、はい、もう待って、汗が目に入る。他の方々もね、やっぱりね、岩タイプの技を使えるような、ポケモンたちを起用している人が多いですね。でっかい道路だからね、救急車とかと、救急車ほんと怖いね今日はね。いろんなところでやっぱり体調崩して、あの熱中症の方とかも多分いらっしゃると思うんで、本当に気をつけましょう皆さんね。よし、まずは1匹目のサンダー撃破です。色違いおよび高個体値ですね。あ、高個体値のマックスの CP、 今回ちょっと僕一番最初話せなかったですね。やらかしたな。あれ、まだ終わってねえし、まだ なんだよあ、出た、フバグってるバグってる。この周辺にいるトレーナーさんの数がすごく、わー、とりあえず OKOKOK 喋ってる間にとりあえずバトルは終わりました。 OK、ではちょっと色違いが出るかどうかチェックしていきましょう。はい、それでは1匹目開けていきますよ。果たして色違いが出てきてくれるのでしょうか。ゴー、どうだ、通常っぽいよ。あ、通常だね普通の色ですね。1856、サクサクやっていきましょう。今回僕はもう固定法とか使う気が実はありません。回数、とにかく色違いはほぼ確定でゲットできる、普段と同じ色だと思いますので、それ以外のやつに関しては、今回も個体値、この後個体値を確認して CP ね、マックスを、それの高いやつだけは、丁寧に、固定法を使っていこうと思います。それ以外は基本的にもこういう固定法も使わない。揺れた、 OK よし、とりあえず1匹目のサンダー、意外とあっさり捕まえましたね。サンダーゲットする。近く、まだまだ卵割れた。まだまだレイドはございます。周辺にあるやつ全部がもうレイド、サンダーでございますので、とにかく走り回りましょう。であんまり駅から離れたところには行かないようにしようかなと今回思っています。まずはどうしようかな、上野の、あー、すぐ近くに2つ出ているので、そっち側に回ります。一旦向こう側、あと2体公園の中の近いところにあと2体出ているので、そいつをまずは確保していきましょう。それでは2匹目やっていきましょう。よし、2体目、4-3-2-1スタート、バトっていきましょう。全部撃ち落とす艦隊にしてもいいんですけど、ちょっと育成のためのね、砂が正直今そんなにないので、コマ行こうと思います。 CP は1856かな、6だったかな多分。はい、色違いかノーマルか確認。んー、どうだ、普通かな、これは普通だね。今回の色違いは、確率的には多分20とか30分の1とかあの辺のラインになってくると思います。コミュニティデイとかが確かそれくらいの確率で、かつ短期間でね、色違いが復刻した時っていうのが確率が大体そんなもん、というふうに言われていたので、今回も、それくらいの設定になっていると思われます。さあ、色はんー、どうですか。普通っぽいね。はい、どうもい。オッケー、3匹目はゲットならずでしたが、色違いでなかったのでまあいいかなと。はい、あっぺ、あっち、すんげえ量の汗かくよ。開始から30分になりますね。30分でつまり4体、挑戦した計算になります。まあよくわかんない、効率がこれがいい方なのか悪い方なのか。もっとでもね、いいところ多分あると思うんですよね。あと捨てる、もうそもそもボールを全部こう抵抗対しちゃったら、こうポポポポイって捨てちゃうみたいな、そんなことをやったら、時間をね、節約できるかもしれない。3回目、よし、オッケー。
夏やばいな。3揺れ目 OK、 ありがとうございます。とりあえず5匹ですね、終わったので、パスレイドパスの、無料分のやつはもう終わりかな、多分計算上はだと思います。何戦やって何戦目で手に入るのか見ものです。暑い、撃破しました。 CP 見ていきましょう。1893では色違いかどうか確認していきましょう。どうだどうだ、あ、通常カラーですね。え、触れないね。残念、交互大事でしたがゲットできませんでした。よし、撃破できました。とりあえずこの周辺出てはいるんですが、全て駅からある程度歩く感じになってしまうんですね。行って帰ってって時間のロスがあると、やっぱ1両も積もればって感じなんで、今から駅自体を移動します。駅から、御徒町の方に一旦隣の駅までね、スッと移動しようかなと思います。御徒町駅での1戦目やっていきましょう。よし、倒しました。 OK、 色違いかどうかチェック。どうだ、光らない、残念。この周辺のやつをいくつかやったら、次は秋葉原にね行こうと思っています。秋葉原駅周辺ものすごく固まっています、ジムがね。これが今はね11戦目ですね。10戦中、ゲットが6匹、ただ色違いがまだ出ていないので、まだまだ頑張っていきましょう。いやー、マジちょっと水分補給をね、ほんとこまめにやってはいるんだけどね、汗が本当に止まらん。まあ、ちゃんと撮ってるからね、汗出てるからさ、いい証拠なんだけど。なんだ、どうだ、お前は光りません、残念。それでは秋葉原の方に移動します。おめでとうございます。どうも。もうちょっとご無沙汰っすよね、なんだかんだ。ご無沙汰です。そうですよね、ちょっとたった今、つい15分ぐらい前、あの LINE 気づいて、サトシンさんから LINE もらったの、僕が。で、今合流して2人で、これから秋葉回ります。LGI やりました。まだなんです。まだですよ。まだっすか、2人と2人頑張りましょう。ちょっと今、サトシンさんと同じバトルに入っております。オッケー。サトシンさん、一緒にちょっと開けましょうよ。はい、行きましょう。はい、せーの、レッツイエロー、ゴー。ピラ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 。あ、うっそ。ちょっと待って、マジで。ゴチです。やられた。おいしすぎるでしょ、サトチンさん、これ。1、2回目、勝ち目。くそー、色違いの映像撮れたけど、俺の端末がない。わー、うらやましい。光ってる。おめでとうございます。ありがとうございます。どうも、ゲームウィズソーチンです。ここでオープニング。せーの、よいしょっと。ピロピロピロン、ノーピロン、ノーピロンですね。こい、ピロピロピロン、ピロンって、ピロンって、ノーピロン、ノーです、残念です。たぶん色違い、光れ、光らない。正解、あと30分ですね。そうですね、やばいっすね。ちょっと僕、時間が本当にちょっと今怪しいんです。あと5体ぐらいで。いやー、まあそうで、いけてそうっすね。もう終盤なんで、必殺技使ったらどうですか。ゲットチャンスで、はいはい、交互対峙じゃなかったら、あー確かに取らないし、あと色違いじゃなかったら取らないっていう。そうっすね、最後の追い込み戦法、はい、ちょっとやりましょうか。ラスト30分、やっぱ色違い欲しいので。イエス。はい、で、移動もちょっと急ぎ目で頑張ります。うっ、イエー。地球0に来い、そろそろ1918524。残念よっ。さあ、開けます、開けます。お、焙煎は焦げ茶ボンバー、ノ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 ー、残念。1858。はい、まあ、承知って感じですね。じゃあ僕も開けます。色は何、ノー、普通、どんない、お、水軍、次行きます。やっぱいろんな、今日だんだん人が増えてきていますね、秋葉原。なんか多分、まあさっきも言ったんですけど、その最後の追い上げはもう駅前で全部できるようなところに来てるんでしょうね。おダル。ダル来ちゃった。オッケー、倒した。1862、微妙です。残念です。あとは焦げ茶になってるから、そこです。いえ、そこです。さあ、頼む、色が光ってくれ、光れ、光れ、光れ。お、え、光った、確かに光った。やった、光った、やっと光った、やっと光った。
輩に遅れること20分出せました。ありがとうございます。ありがとうございます。いきます。それでは AR プラスでゴー。さあ、場所はですね、こちら AKB 劇場ですね。はい、AKB 劇場が上にある秋葉原のドキでございます。まあ割と有名なとこですよね。ボールは確実に当てます。あ、ちょっと待って、やばい。まっすぐで行こう、もうまっすぐ。よし、オッケー、当たった。ナイスナイスナイスです。ナイスです。1回目、2回目、3回目、オッケーです。揺れました。はい、ということで色違いのサンダーを決断せ。よし、終わった。ミッションコンプリートでございます。はい、あ、じゃあとなんとなく周りのレイドを、先輩と流していこうと思います。イエイイエイ。さてと、はい、一休みして水分だけ補給してまた、来ましたが、もう時間ないですね。そして、あと5分しかない。もう多分そんなにもうやれない、これは、うん、今日は。さあ、2、1、0、行くぞ行くぞ。うわー、もう一匹高個体1サンダーとかなのが欲しいですね、できれば。高個体1サンダーとか、高個体1サンダーとか、高個体1サンダーとか。あ、倒した。18の、あ、よっ、えっ、あ、よっ、えっ、1902でした今。嘘嘘嘘、本当に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 。見ます、見ます、見ます。いきますよ。色は普通ですが、ほら、100%です。え、いや、信じられない。色違いの次 100% 出ました。信じられない、信じられない。やったやったやった。でもまだ友達になってないですよ。そうだよ、まだゲットできてない。すげえ怖い、これちょっと待って、絶対ゲットしたい、絶対ゲットしたい。はい、じゃあちょっとすいません、サトチンさんが今持ってくれてるんで、はい、せっかくの 100% 頑張っていきます。ラストチャレンジだぞ。ラストだ。マジで時間的にもこれラストになる。臭い7球なんでちょっときついっすね。そうですね、レッドチームが、はい、今回は一番だったんで、はい、黄色がちょっと今回、あ、来た、よし、あ、グレーとか、ちょっと次は円を絞ります。1回、あー怖いぞ。あと6球、ちょっときつい。よいしょ、 OK、 エクセレント。確実にエクセレント入れていきます。素晴らしい。1回目、2回目、うわ、揺れない。エクセレント。さあ、ポケモン GO に愛された男、もっと愛してくれ。出る、クソ。あと4球。黄色チームなんで黄色の 100% は欲しいです。はい、エクセレント。15時になりました。終わりました。マジでこれがラストチャンスです。1回目。うわー、やばい、入らない。あと3球しかない。いや、待って、なんで最後エクセレント外してんの、俺ばっかかよ。頼むぞ。あー、やばいやばいやばい、ラスト1球です。わかりました、もう怖いんでグレートに切り替えます。はい、はい、これでいきます。さっきのエクセレントが、あー違う、おー、目の離さない、この状態から。はい、グレートで、ね、頼む、揺れてくれ、一回揺れてくれ、揺れろ揺れろ揺れろ。うわ、終わったー、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 終わったー。はい、 100% 逃げられた。あー、持ってない男でしたね。もっと頑張るってことでしたね。うーそやー、惜しかったな。なるほどね。そしてサンダーはもうどこにも出ておりません。どこにも出てません。はい、ということで、私山田ラストワンの 100% サンダー無理でした。マジか。まあまあ、そういうもんか。まあでも色違いはなんとか入手できたので、うん、よしとします、この時はね。はい、ということで、まあ、今回大体20戦ぐらいは
したんですけども、はい、まあ、色違い1匹、で、まあ、ゲットだけで言ったら 50% 以上取れてました僕は。さっきから 60% ぐらい以上取れてたんですけど、まあ、その 40% のうちにね、まさかの 100% の方が入ってしまったという話、現実でございましたが、まあ、でも色違いはね入手できましたからね、それは全然いいと思います。はい、ということで今日はね、まあ、最初は、僕一人で、後半はサトチンさんと2人で、サンダーレイドを、サンダーでやっていきました。サトチンさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、概要欄にサトチンさんの、チャンネル、URL 貼っておきますので、そちらの方もぜひ皆様チェックお願いします。今回ポケモン GO の動画は今回は上げるかどうかは分からない。あげます。あげるとのことなんで、はい、あと実況頑張ります。あ、そしてサトチンさんはそういうね、スタイルですからね。はい、ということでそちらもありますのでね、よろしくお願いします。それじゃあ、終わろうと思います。それじゃあバイバイ。